Beautiful. Thank you. ボクフォルテ。おはようございます。フォルテです。タキーン。本日は車の後ろにある建物、浜松ピアノというね楽器店なんですけども、僕のまあ友達の調律師さんがここにいるっていうことなので来ました。というのも今日5時から夕方から撮影を一緒にしようって約束なんですけども、ただいま今1時です。そうです。なんで1時から来たかというと、ドッキリを仕掛けるためです。で、まあ設定としては僕が初心者で訪れて、ピアノが欲しいんですって言って一緒にね、まあどんな感じがいいんですかって言ってね、その方に接客をしてもらって、僕が最後に突然ピアノ弾き出したらどんな反応をするのか撮っていきたいなと思います。先に許可を取って撮影していきたいなと思ってます。しかしこの今のこの格好では絶対にバレてしまいます。新キャラクター、アフロを用意して、皆さんこんにちは、マイケルです。そう、本日はマイケルでドッキリを仕掛けていきたいなと思います。友達のミキちゃんはまあこのねアフロプラスサングラスプラスマスクをしてドッキリを仕掛ければいつバレるのかやっていきたいなと思います。これは絶対バレんな。よし、それではレッツムキムキ。今ピアノを探してて、はい、撮影をよかったらちょっと思い出に、少しちょっと触らせてもらってもいいですか。あ、OK です。いい音がしそうですね。なんかあれですか、ミュージシャンの方ですか。少しドラムをかじった程度なんですけども、世界のヤマハ、よかったら音出してみてください。いいんですか。どうぞどうぞ。いろいろね、やっぱ触ってみないとわからないんで。最近までドラムを触ってたんですけど、最近始めたんですよ。始めたばっかり。緊張しますね。いい音が出るかな。Beautiful. まだ先生に怒られてしまう。まだ勉強中なんです。この音はこんなもんですね。いい音です。これは何ですか？これはね、ホイリッシュっていうドイツのブランドを中国で作ってるんですよ。初めて見ました。なんか綺麗でしょ？はい。わーお。僕ピアノ始めたばっかで、全然弾けないんですけども、よかったら弾けますか？ちょっとだけだったら弾きましょうか。電話何でしたっけ？黒炭ってあの塩炭？それじゃあクラシックですかね。あ、クラシックカールミュージックです。ノクターン。有名なやつ。Can you play?少しだったか。Little bit. Okay, no problem. じゃあ2番。はい。Yes. これがノクターンですね。これノクターン。Oh my god, what is this? これはね、ピアノのアクション。アクション？ヤマハアクション。アクション？アクションっていうのは、yes. ピアノの中に入ってるメカニック。メカニック？はい。Oh my god, that was so bad. よかったね、こっちもちょっと見てください。Yeah. Wow. こんな風になってますよ。これ外れるんですよ。Wow! 壊れた。いや、これね。まあ、こんな感じで鍵盤がこうアクションを
ていうのを動かして、それでこのハンマーで弦を叩いて音が出る。ああ、You are professional。いやいや。例えば音色を楽しむとかっていうんだったらアップライトピアノで。で、その速い曲とかになってくると、まあ、グランドピアノかな。あとね、そのアップライトピアノもこれも種類があって、例えばこっち、はい、背が低いピアノと、違うは少し背が高いピアノ。なるほどなるほど。あ、本当ですね。このグアップライトピアノと少し大きさが違うでしょ。違います。これは見た目だけじゃなくて、性能も変わってきて、タイトル、はい、これはチェコのピアノで。チェコ、はい、まあまあまあ、My mother is チェコ。え、あ、チェコの方ですか。 Yes, 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 yes. これもなんか、Oh, very, very 音を出してみましょうか。Yes. はい。何の曲？はい。アベマスク？アベマスク。アベノミクス？アベマスク？これですか？これネットです。Yes, アベマスク。まだ打ち届いてないんです。あ、そうなんですか？今の曲の名前です。Yes. アベマスク？アベノミクス。アベマスク？何でしたっけ？アラベスク？あー、ラベスク。アラベスク。アラベスク。アラベスク。革命。ショパンの革命。Yes, yes, I can play. No, no, no. Yes, can you play? ちょっとだけ。Yes. この曲は弾けるようになりたいんです。Yes. かっこいいですね。Yes. もいいですか。あ、いいですよ。結構難しいですよ、これ。本当ですか。あ、そうですね、難しいですね。そう、ここの、これ C の音なんですけど、ここからこれと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 これ、あ、これと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 これ、それとこれとこれ、これこれ、あ、カチカチ、これとこれ、はい、あ、いい感じです。あ、はい、で、左手はその都度出してみてください。あ、ここでしたよね。ここ。そうですね。こことここ。サンキュだけ答えてもらっていいですか。はい。おはようございます。マッチョ。あ、お、ミキさん、こんにちはですね。やっと。
バレちゃいましたか？何やと思われてるの？今日ちょっと夕方やなかったか。夕方の約束でしたね。今はちょっとお昼で。マイケルです。あ、カッチではもうダメだ。カッチで。騙されました。騙されましたか？やるわ。そこまで仕込むか普通。ドッキリ大成功。じゃあ、てってれー。騙されましたね。いやー、ものすごい丁寧に説明していただいて、なんか申し訳なくなってきて途中から。いや、もうなんかね、ちょっと今後怖いですね、なんかお客様が。まあでも、仲いいからいいじゃないですか。もうね、これは友達ドッキリということでお許しいただいたということなんですけども、今日ちょっと夕方じゃなかった？5時？そうです、夕方5時ぐらいにちょっと行きますって言ってたんですけど、今は1時なんで、もう普通にね、まあ来るわけないと思ってましたよね。完全にやられちゃいました。というわけでドッキリ大成功したので、ミキさんもね、実は YouTube やってるのでぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。というわけで今日はものすごく大掛かりなドッキリでしたので、はい、大成功というわけでありがとうございました。はい、それではみんなバイバイ。髪の毛がやべえ、どうしよう。見てくれてサンキューね、よければグッドも押してて。